じゃあこんにちは。はい、あのね、コメントであるんだよ、はい、宇沢さんちょっと疲れてないですかみたいな疲れてませんよ、行きますよ、まだまだ。そうですよね、そうだろう、充血もしてないですよね、私たち。あなたも充血してるさあ、はい、今シーズンの総括、12チーム、全チームの総括ということで、はいはい、前々回はセパ両リーグの1位、2位チーム、そして前回は3位、4位チームを総括してきました、はい、そして第3部、今日はこのシリーズの最終回、はい、5位、6位チームを見ていきます。セリーグはヤクルト、中日、はい、パリーグは西武、日本ハム、この4球団ですけれども、はい、セリーグまずヤクルト、はい、まあセリーグに連覇しているヤクルトが今シーズン5位でした。まさかだったな。投手陣の不安っていうのは春先からあったんだよね、うん、だけどこれは打線がカバーする、はい、そういうふうに思ってたんだけども、で春先さ、もう本当ヤクルトって点取られなかったんだよ、びっしりしってたんだよ、はい、だけどやっぱ持たなかったな。その原因って何だったんですか？金属疲労ですか？マクガフがいなくなって田口を後ろに回した、はい、回すしかなかったんだよ、はい、で田口っていうのはその前の年とかね、本当にピンチの時に行ってくれてた左ピッチャー、はい、で左ピッチャーがいなくなったんだ、それによって、うん、そしたらね負担がかかったな、みんなに、はい、で清水もやっぱ金属疲労だろうな、うん、やっぱ疲れがやっぱ相当溜まってたと思うよ今年は、はい、自分のパフォーマンスが出せないとかね、うん、まあ、先発も含めて中継ぎも大変だったと思うよ、うん、そうですよね、まあ、中継ぎの方が大変だったかな、やっぱ先発ピッチャーがなかなか持たないから。そうなんですよね。でも高津監督もやっぱ中継ぎにこう負担はあまりかけすぎるのは良くないっていうんで、うん、ピッチャー引っ張れば引っ張っただけ打たれるしさ。そうなんですよね。いやだから苦しかっただろうなと思うよ。ただ田口を抑えにするっていうのは大正解だったんだけど、うん、代わりをできる人間がことごとくダメになったというね、いなくなったというか、うん、逆にその新外国人で抑えできるようなピッチャーを取っといた方がもうちょっと苦しくなかったのかな、まあ、分からないですよ、分けるかどうかは、うん、そういう手もあったのかな、まあ、そういう手もあったかも分からないけども、うん、取ったからといって絶対やってくれるとは限らないしな、はい、苦しかったと思うよピッチャー陣は。ですよね。あとやっぱ左のエースの高橋奎二投手が前年度さんだったな、働きではなかったたので本来の小川とかよく頑張ったけどな、うん、そうですね、年配者頑張ってましたね。そうだな、まあ、はい、高梨もあんまり良くなかったしな、うん、そうなんですよ。本当に投手陣のこと考えると駒、うん、不足、左不足、うん、まあ、この2枚が重なっちゃったというね、はい、まあ、そんな感じがするよ ね、 ですね。あとは昨シーズンであれば例えば投手陣が打たれたってなってもバッター陣が終盤で逆転してくれたっていうのが大きかったじゃないですか。いや破壊力あったな。それが今年これはどうしちゃったんでしょう。まあ最大は、まあ、村上の不調もあるけども、うん、塩見、あこの1番バッターが怪我でいたりいなかったりしたのが良くなかったということだよね。ほぼいなかったですからねっていう印象だよね、はい、でもいた時には素晴らしい活躍するんだけどさ、うん、そうなんですよ。なんか一塁走ってたら腰が抜けるとかさ。そうなんです、そうなんです。どうしちゃったんだよみたいな、はい、まあそういうこともあったしね、うん、でもあの子がチームを引っ張っていく雰囲気っていうか、うん、明るい雰囲気も含めてね、うん、作り出すことができてたんだけどもさ、いなくなったっていうのはね、うん、苦しかっただろうな。あとやっぱその村上選手の不調、前年度のイメージが大きかったから、まあ、そうだな。だから WBC 行ってやっぱ大谷という打者を見てすごく刺激的だったんだろうね、うん、まあ、それによってトレーニング方法だとか目指すはやっぱメジャーだと思うんだよ、うん、でそうなってくるとやっぱある程度のトレーニングを入れなきゃいけない、うん、まあ、そこでやっぱ自分が本来を持ってるバランスっていうのが崩れてたよね、うん、ただ村上のその打点だとかさ、いろんなことを考えるとやっぱり勝利にポイントになってる打点は上げてくれてるんだよ。そうですよね、うん、だから前年度の数字を比較すると、うん、それは物足りないかもわからないけども悪いなりに最後まで頑張ったっていうようなね気もするんだよね、うん、でも数字的に褒められたもんではないよ、うん、やっぱ彼の持ってる数字じゃないよ、はい、だからもっとやらなきゃいけないけどもね、大谷の刺激っていうのが強烈だったんだろうな。なんか良くも悪くもそうですね。まあまあそうだな。 あとは山田哲人選手と長岡選手、この二遊間についてはどうでしたか今シーズン。哲人はね、うん、なんかトリプルスリーをやるっていうことってやっぱ大変なんだと思うよ、うん、
3割を残し30発打ち30盗塁までしなきゃいけないという、うん、この蓄積疲労っていうのがなかなか抜けないな。去年今年となんか抜けきれてないのかなっていう感じもするんですけど、ね、だからもう一度体を作り直すとかさ、うん、まあ、そういうことをしないとダメなのかなっていうような感じはするけども、やっぱこう物足りなさはあるよね。ありましたね、うん、で長岡も、はい、まあ、昨年出てきて今年春先見た時に、あ、これは長岡今年ブレイクするなって思ったら、うん、そのままだったな、うん、昨年より悪かったんじゃないかっていうぐらい、うん、そうでした、ね、だから物足りなさは残ったな、うん、本当に両外国人が苦しいヤクルトを何かこう支えて苦しい時も、まあ、そうだなって言ってたような気がしますね、オスナさんだな。らしくなかったよな、はい、全くらしさっていうのが1シーズン通して見られなかったという、うん、残念なシーズンだったな。そうですね、やっぱ2連覇してるっていうのがあるだけにそのギャップが非常に大きい今シーズン、いやだから勝つってどれだけ大変かっていうことだよね。 それと体にどれだけ無理をしてるかっていうこと、うん、まあ、投手陣を見てたら分かるよね。これはもう来年、うん、もう立て直すしかないし、はい、でもそのメンバーっていうのは残ってるわけだから、はい、阪神に向かってね、うん、まあ、行くと思うしな、はい、もうだから頑張ってほしいなと思うよね、はい、じゃあそんな中で投打1名ずつ挙げるとすると、まあ、高橋奎二かな。投は、はい、投げたら勝つっていうピッチャーになってほしいよな、はい、ボールの力、投げっぷり、まあ、非常にいいし、ただやっぱ精度の問題があるけども、それを勢いで弾き返してたんだけどもさ、はい、勢いで弾き返せなくなったっていうのが、うん、ちょっと寂しかったし、はい、彼はやっぱり投げたら勝てるピッチャーじゃないと、エースと言われるようになんないと、うん、まあ、いつまでたっても小川ではなくて、はい、ヤクルトのエースっていうのは誰だったら高橋奎二って言われるような活躍をしてくれないとな、うん、そうですね、ちょっと困るな、はい、野手は、野手はやっぱり村、あ、塩見かな、あ、塩見、まあ、塩見でいいな、うん、まあ、村上はもうやっぱ苦しいながらも休まず頑張ってくれたからね、はい、やっぱ塩見のやっぱ体調だよね、はい、一番が抜けるっていうのはこれだけ大きいことかっていうのが、うん、まあ、チームによっては違うけども、ヤクルトにとってはすごく大きなことだからさ、まあ、塩見の明るさと、はい、あの思い切り、うん、ヒップのいい、ね、勝負強さ、はい、まあ、そういうのがやっぱ戻らないとダメだなっていうふうには思うな、うん、本当に頑張ってほしいよ。そうですね、もうイノシシとかけっこしてたぐらいの選手だからそうなんですね、野生味をもっとね、そうですよ、野生味っていうのは怪我っていうのは考えられないから、ね、ですからね、そうですよね、出してほしいなと思うな。そうですね、はい、6位に終わった中日ですけど、はい、まあ、今シーズンはもう若手でいくっていうことを決めてのシーズンでした、うん、まずはやっぱりね、外国人が不当たりを出したっていうことだよ。もうそこはもうそれにつきますね。得点力を上げるために外国人を取ってるのに、はい、全く機能しないというね。アキーノ、アルモンテ、まあ、もともと言ったビシエド、そしてカリステ、まあ、カリステは本当はね、枠に入らなかったんだよ取っててよかった。いやだから、ね、保険のためにみたいな感じの選手が最後一人だけ残って出てるってそういうバランスだったし、若手を使っても、まあ、例えばリューク、うん、守備は本当にうまいと思うけど、やっぱバッティングがまだまだだなっていうようなね、うん、まあ、そういうこともあるし、まあ、トレードも盛んにやって宇佐美を取ってみたいなね、うん、こともしたけどもなかなか埋まらなかったな、うん、あと石川貴選手が、うん、もうちょっと私は行くっていうか期待はしてました、うん、ただやっぱりこう体がな、うんうん、まだまだ万全ではないな。そうなんですよね、まあ、大島の2000本安打とか、はい、ね、岡林の2年連続最多安打かみたいな、うん、まあ、細川のね、現役ドラフトで取ってきた選手が20発打つとか、うん、光はあるんだけどもまとまんないな。やっぱりこうセンターラインっていうのがやっぱどうしても決まらないと野球になってこないな、うん、やっぱ大事なんですね、そこって、ね、いや大事だと思うよ。そこが全部若手だったりルーキーの選手で埋めるっていうのはちょっとやっぱり限界があるのかなって、まあ、限界もあるし、うん、まあ、1点入ってないのと思ったら、うん、後ろのランナーがアウトになっちゃってるとかさ、そうそうそう、ありましたね、まあ、そういうこともあるし、いや一生懸命走っとけよみたいなところもあるし、うん、そういう隙をね、やっぱなくしていかなきゃいけないしね、うん、だから投手陣はいい投球してても、うん、やっぱ点が取れないと勝てないとかね、そうでした、ね、まあ、ちょっと悪循環が続いたね。ですよね、うん、投手陣は、まあ、中でも本当に頑張っていたというか、ロドリゲス、あ
これが亡命する日とかさ、春先に、あ、そうですね、どこ行ったんだみたいな出来事が、ねえ、いろんな事件が起きるから、うん、ベストと言われる状態は作れなかったというか、はい、うん、まだないとは思うけどね。そうですよね。だから防御率もね、いいんですよ。阪神が防御率 2.66 で、次に続いていいのが中日の 3.08 で、うん、防御率はいいんですけど、圧倒的に得点が低いんですよ。390点、そうなんですよ、うん、まあ、でも中日ってもともと2点とか1点で勝ち切ってきたチームではあったのが、それがなんか、まあ、接戦に強いチームではあったけどね、うんうん、そうなんですよね、うん、だけどやっぱりそれは守りがね、あ、できて、あ、素晴らしかったし、だからそれはできてたんだけども、うん、新しい子を使うとね、とんでもないエラーする時もあるしね、これはもう鍛えていくしかないし、うん、まあ、来年の話をしたらおかしいかもわからないけども、やっぱそれなりの選手を補強したしね、はい、で中田がまあ軸として活躍してくれると思うし、はい、準備は整ってきてるのかなっていうの感じはするよね、うん、期待はある、期待は、うん、やっぱチームのいろんなこのグラウンド以外のことで注目されること結構たくさんあったので、うん、情報は漏洩しない方がいいな、だからそこら辺はチームの統制、うん、は取ってやっていくと思うよ、うん、来年からは、うんうん、期待したいですね、はい、じゃあ投打1名ずつ挙げるとすると、ピッチャーは頑張ってたからな。そうなんですよ、ピッチャーはもう全員頑張ってた。ただ高橋宏斗がもっと勝ってもいいよね、はい、うんうん、そうですね、うん、援護点に恵まれない、それだけじゃなくてさ、うん、恵まれなくても1点取ったら勝てるぐらいの、はい、そういうものを持ってるから、はい、頑張ってほしいなと思うよね、うん、そうですね、期待も込めて、うん、期待も込めてね。野手は、野手は田中、うん、田中美希也、いや、これ一軍に一回も来てないんだけど、彼がいたらちょっと変わってたんじゃないかなっていう、で来シーズンに向かってなんか新しい光があったんじゃないかなっていう意味で、田中の故障っていうのは痛かったなっていうね、まあ丸々出られなかったんで、そうそうそう、だから過大評価してるのかもわからないけども、うん、彼のこうスピードだとか守備力だとか、今年使われた選手の中でも一番だと思うよ。おー、うん、だからその選手が春先にいなかったっていうのは、まあ、立浪監督のやりたい野球っていうのが一つできなかったのかなという、うん、たっちゃん苦しかったと思うよ。いや、苦しかったでしょうね。いや、だから、まあ、来季はね、はい、まあ、おそらくスターティングメンバーに入ってくる可能性もあるし、はい、その活躍はね期待したいと思うけどもね。そうですね、うん、じゃあ続いてパリーグです。5位埼玉西武、まあ、ピッチャーは俺は申し分ないけど、はい、抑えの増田、ここを長く引っ張りすぎたなっていうような感じがするんだよね、うん、新しい人でも良かったんじゃないかって、投球感覚もそうだけども、やっぱ自信が今年なかったと思うんだよ。持ってるものはいいもの持ってるんだけど、はい、やっぱ疲れとかさ、状態が悪いのにその責任を与えられると、その責任を全うできないってなるとさ、やっぱ苦しかったと思うんだよ、はい、そこを早く変えてほしかったなっていう。あのね、先発投手っていうのはもう間違いなくもうトップクラスだよ、はい、これは申し分ない、うん、で中継ぎ陣も頑張れる、うん、頑張ってきた投手最後にやられるケースっていうのがちょっと目立ったな、もったいないっていう試合が多かった、うん、ここは先発ここまで頑張ってきて1対0やっときたかっていうのがひっくり返るとかさ、うん、そうなってくるとチーム全体の雰囲気も悪くなるしね、うん、増田だけのせいじゃなくて、だからここら辺の見極めっていうのがちょっと遅れたかなっていうの感じがするな、うん、もったいなかった。そうです、じゃなかったら3位とかの目もあったんじゃないかなっていうの気がする。ああ、そうか、そうですよね、うん、その1点差だったり2点差で勝ち、そうそうそう、逃げてたっていうこともありますもんね。そうそう、だ平の勝ち星っていうのは、そうなんですよ間違いなく2つぐらいは消してる感じがする。いや、平投手も今年その救援というか中から先発に回っていろんな気持ちを経験したんじゃないですか。いや、だけど自分がそういう立場で投げてる時もあったしね、うん、だからそれは責めることはないにしても、うん、見極めがちょっと遅かったかなっていうような感じはしたよね、うん、あと野手ですよね、まあ、野手はやっぱ春先からね、はい、まあ、4番が抜けてっていうまあ、こともあったし、打てないだろうって言われたものに対してその中でまた打てる人が抜けちゃったらさ、もうどうやって点取ろうかっていうのは本当に監督としては苦しかったと思うよ。
って森友哉選手が抜けてじゃあ誰が埋めるんだってなってて、そして山川選手がやっぱいなくなってしまって、鼻から抜けてる抜けるっていうのは分かってたらさ、やりようもあったと思うんだけど、あと源田選手が WBC でやっぱり怪我骨折してな、はい、だから野手は本当に苦しかったと思うし、はい、まあその中でやっぱおかわり君がね、はい、まあ、必死に頑張り本当ですよね、栗山が支えみたいなね、ベテランもう50歳まで引退できないよみたいないや本当ですよ、そんな環境だよね、すごい、まあ、ただその中でキャッチャーね、はい、森が抜けた後に古賀がね、うん、まあ、成長して、まあ、阻止率がね、まあ、12球団ナンバーワンとかね、はい、まあ、いいものは出てきてるんだけども、うん、点を取らないことにはやっぱりいい投手がいても勝てないからね、なかなかね、そうですね、ずっとゼロでいくわけにいかないし、はい、そういった意味では野手はちょっと辛かったな、そうなんですよね、うん、だから防御率もオリックスはパリーグ 2.73 で1位で、その次が 2.93 でやっぱセーブなんですよ、2点台だ、2点台なんですよ、でも5位なんですよ、うん、っていうのはやっぱり得点が一番低い435点っていう、まあ、そこなんでしょうね、うん、きっと。じゃあ投打1名ずつ挙げるとすると、いやそれはもう増田、ああピッチャーは、うん、はい、やっぱ辛かったなと思うよ、本人もそうでしょうしね、あの本人も辛かっただろうし、本人もねやっぱり金属疲労も来てるよ、うん、だから辛かったと思うよ、そうですね、もうその一言につきますよね。野手は、野手は途中で、まあ、いなくなった人だよね、はい、もうそうですね、そこはいるものと思ってやってたからね、だからこれがもうちょっといなくなっちゃったからね、うん、ちょっとやっぱり西武打線としたら迫力を欠くし、はい、得点力とすれば、うん、まあ、100打点上げれる人だったから、4番ですからね、100打点上げれば相当違ったと思うよね、うん、あの A クラス、そうですね、そうやな、でしょうしね、はい、さあ最後です、はい、日本ハムです、日本ハムな、はい、今年はあの固定打順で行くのかななんていうこともありましたが、でも見てると固定にはできなかっただろうなと思う、うん、やっぱり磯畑を固定しようと思ったら怪我とか、はい、まあでも万波を固定、清宮がいる時は固定、うん、野村がやっぱこう4番で行くって言われてたのがちょっと状態が上がらない、はい、もう変えざるを得なかったみたいな、うん、だからなかなかやっぱ固定はしたくても固定できない状況にあったな、うん、ただみんながこうエスコンフィールド新しい球場で戸惑ったな、はい、やっぱ慣れっていうのもあるし、芝が根付いてないっていうのも多少あったと思うし、で打球の感覚、初めて使う球場が本拠地だとやっぱ戸惑うよね、いや一番使ってるが他の球団が慣れるだろうって、でも一番試合を多くするホームチームがリスクを背負ったというね、まあことは言えると思うよ、やっぱアイスコーンで守るっていうのは、まあ、慣れも必要だし難しかったと思うな、そうですね、そういう意味でやっぱり守備だったりとか、まあ守備の破綻が多かったな、うんうん、札幌ドームからアイスコーンになった分だけホームランの数っていうのは多分増えてるはずなんだよね、うん、今年ホームラン100、だからそれは札幌ドームよりは良かったと思うけども、うん、やっぱ守備の破綻というのがね、うん、ちょっと目についたかなという感じがするよね、昨シーズンは例えば奇襲攻撃とか1、3塁からっていうのでいろんなチームが驚くようなことをしてましたけど、今シーズンっていうのはどうだったんですか、そのあたり、まあ、ある程度そういうことも選手は意識しながらプレーをやりながら困った時にそういう作戦っていうのは取ってくるよね、まあ、ある程度オーソドックスになってきてるかなっていう、そこら辺はでも新庄監督も1年1年考えながらやっぱこう作戦も出してるし選手の起用もしてる、やっぱもったいなかったのは清宮の離脱、あのいい時にできてるって時だったですね、ちょっと離脱が長かったな、本当だったら万波と清宮でホームラン争いをしといてほしかったんだけどさ、ちょっとこれがちょっと誤算だったということで、野村が最後はね自分を取り戻したというかさ、最初はやっぱり4番のプレッシャーだとかさ、まあそういうのでちょっと結果が出なかったけど、こう最後はね、まあ、帳尻を合わせるような、まあ、活躍というか、うん、まあ、活躍というか数字は合わないけども、はい、そういう形を見せてきたけども、だからまあそこら辺がやっぱこうしっかり固まって固定になってくるんじゃない。でマルティネスがいて、はい、マルティネスは DH キャッチャーファースト、うん、まあ、ここら辺を補ってくれるから、うん、だからそうなってくるとだやっと固定になってくるのかなっていう、うん、だから野村清宮の離脱、はい、これで固定に至らなかったという
でも新庄監督の考えの中では固定は考えてるはずなんだ、はい、でもやっぱり固定したくてもできない状況にあったという辛さがあったな、うん、それが今シーズンだったんですね。だ去年の固定できないとはちょっと意味が違ってたっていうことですよ ね、 そ、 ね、まあ、それと今年勝つ野球をやるっつって、はい、まあ、結局は負けてるんだけども、うん、でも勝つ思考で戦うことはできたと、はい、昨年は個人のことを考え、うん、今年はチームのことを考え、だからいろいろ考え方っていうのはおそらく育ってきてると思うんだよ、はい、だから来年本当に、うん、まあ、万波、清宮、野村、マルティネス、まあ、五十幡が一番なのか、はい、で松本剛、はい、こうなってくると面白いチームになると思う。おお、ある程度もう形作られて、そうそうそう、上位上位へっていうこともね、まあ、もちろんもちろん、ね、もう狙ってるしね、はい、それとまあピッチャーの中では加藤がなかなか勝てなかったな、開幕投手な、うん、いいピッチングはするんだけどもさ、なかなか勝ち星が、うん、多くなかったというね。まあその中でも田中誠義が抑えでね、はい、そうです、花開いたりだとか、あの笑顔の、まあいいことはありながら、はい、もっとやらなきゃいけないっていうこともあるし、はい、まあ、なかなかこうバランスっていうのは整わなかったけども、うん、でもこれが一つの力になってバランスよく戦えるようになったら、もう戦える集団にはなってる、はい、あとは今川やれお前そうですよ、やれお前本当に歯食いしばってやれよ。そうですよね、もう来年こそもうちょっと頑張らないと、あの笑顔が素敵なのもうみんなもう周知の承知なんで、はい、あと活躍するのみですよ、ね、そうそうそう、そうですよね、で満面の笑みを見せろも、そうですね、見たいですね。投打上げるとやっぱり打は今川選手になるんですか。いやないね、それはないじゃあ投打どうですか、1名ずつ、まあ、野手から言っていい、はい、松本剛、松本、はい、松本剛はやっぱ若手の中にあってやっぱこう上の方なんだよね、うん、一昨年首位打者を取り、はい、一つの自分を確立した、で今年ねそのプレッシャーに多少潰れた感じがするんだよ。いやいや潰れなくてもあなたの技術だったら同じような成績を残せるよって、はい、でもそれを見せてあげないと若手に、うん、自分が苦しいんじゃなくて自分がやっぱ見せないと勝てるチーム、いい見本にならないとダメだよっていうことで言えば、はい、松本剛ができる選手だけに、うん、自分が首位打者取ったがために、はい、その成績でプレッシャー感じてる暇がない、うん、今のチームに、はい、だからもっと頑張る、あ、もう叱咤激励の意味込めてですね。いやもちろんもちろん、うん、松本剛はできるもん、すごい優秀な選手ですね。いや優秀な選手なんだよ、足も速いしさ、うん、チームもうまい、右打ちもできるしさ、うん、何でもできる選手なんだよ、うん、だからやらなきゃいけない、もうトップクラスでずっと成績を収めなきゃいけない、はい、それが一つのチームの目標、若手の目標となれるような選手にならなきゃいけない。そうですね、だから頑張れ松本も、松郷選手、松郷頑張れ。ピッチャーは、ピッチャーはね、じゃあ加藤でいいや。ちょっと待ってください、じゃあ加藤で、新しいですね。違う違う違う、え、いや松郷に葉っぱをかけるんだったら、はい、加藤だよ。やっぱ FA で残った、残りました、残ったろ、はい、だから根本っていう、うんうんうん、ね、はい、若手のピッチャーがいる、はい、やっぱ見本にならないと、うん、背中で見せるぐらいの気持ちを持ってやっぱ投げないと、うん、誰が悪かったんじゃなくて、はい、これは選手を育てるために見本になるように頑張るみたいな、見本になってほしい投打の選手たちってことですね。ここはな、日本ハムはまだ成長過程のチームだけにあのそうだと思う。でもそうやっていい先輩を見ながら育ってきた選手っていうのは活躍するよ、うん、そうですよね、うん、だから憧れるような選手にならないと。そうですね、選手たちが松郷加藤っていうのはね、うん、いやこれあの3動画にわたって、はい、今シーズンの12チームの総括しましたけれども、次回の動画からはスペシャルなインタビューが立て続けにあります、ね、まずは明日からは坂本勇人選手とのスペシャル対談、はい、その後は前田健太投手の、はい、スペシャル対談、はい、それで年内が、一応終わるという形なので、そうだね、こういった通常の、はい、撮影というか通常の動画は今日が最後になるんですけれども、はい、ぜひねここからスペシャルな対談があの立て続けに年内年末にあるのでぜひあのチャンネル登録されてない方は、そうだな、はい、していいねって、まあ、やっぱり必見だからね。そう
そうです、やっぱ見てくださいよ、坂本おじさんがどんなインタビューしたか。どんなデレデレ。いやちょっとね緊張があったんだよね。何を引き出そうかって。いや引き出しがいっぱいあるからさ、だからどこを引っ張ってくるかとか。だからその坂本選手の時のインタビューの坂本おじさんと、その後の前田健太投手との前田おじさん。前田おじさんはやっぱり違う世界を見てるじゃない、うん、だからすごい素敵な動画になってると思う。ぜひぜひ必見です、ご覧ください、はい。